断言しよう、殺されたのは埋蔵のさやかだ。そんな殺人が起きそのシャワピットないシャワールームにいるとこ抵抗する間もなく、それは違うよ。ちょっと待って藤崎さん、僕の部屋の前園さやかを殺した凶器とは何だ。前園君の腹部に刺さっている。間違いない、あれが凶器だ。犯人がナイフでぶっ刺した。それは違うよ。あ、凶器確かに凶器は包丁みてえだけどさ、それがどうしたっての。苗木が厨房から持ち出したんでしょ。食堂に誰もいない時にこっそりと。それは違うよ。うん、その間思う？苗木は来なかったよ。じゃ包丁は朝日、ついでにそこのぬ、では答えましょう。あ、めんどくさいな、もう。ないない、今回の事件に共犯者はいないんだよ。とにかく僕は食堂には行ってないし、包丁だったら、違う、私じゃないって。あんたよ、変な、止まっ、これだ。じゃが手こずった。事件は苗木君の個室。前園さんは最初に部屋で襲う、その後シャワール、犯人はその後シャワールームに入った。その時犯人がドアノブを壊したんだ。シャワールームには鍵がかかってたからな。それは違う。苗木君はですが、そのメモの呼び出し先、私の部屋とありますわよ。そっか、その人は苗木君がいた前園さんの部屋にです。それは違うよ。これだ。そもそも
これだ。あの部屋で争いが始まった際に犯人は模擬刀を手に、そこで最初の一撃が模擬刀の先制攻撃だべ。それは違う。これだ。これだ。このクマファ、犯人を決めろっつってもよ、もう新しい手がかりがないんだぜ。それは違う。これだ。前園さんの左手の人差し指がし、かっ、これが僕の答えだ。謎を解く鍵はこのダイイングメッセージ、アルファベットの LEON って文字が見えてくるんだよ。クワッド。な、何？たまたまそう見えただ。彼女は壁。なの、ただのこじつけじゃねえか。俺が犯人だ。適当なこと言うんじゃねえ。あなたが犯人じゃないのか、苗木くん。これだ。それってその、そうだ、そんな燃えかすだけじゃ。だ、いや、証拠、どうやら見えてきたみたいで、これだ。ブラッシュルームの鍵は掃除当番が持ってんだってよな。つまり焼却炉に近づけたのは掃除当番だけ。焼却炉に近づかなきゃ証拠隠滅なんてできやしねえ。それは違う。ちょっと待って、掃除当番じゃなくても証拠をし、これだ。犯人、鍵を持っていた山、これだ。だってバカい、確かに犯人なんかじゃねえ。つうか今の推理だって全、まだ認めない、苗木くん。だ、今回の事、
これが事件の全貌だよ。じゃあ最初から事件を振り返ってみるよ。昨日の夜、犯人は前、おそらく前園さんはそのそして彼女はあらかじめ予期せぬ事態が起きた。その人物が僕の部屋に、その攻防の末、そこで包丁を奪われてしまったんだ。追い詰められた前園さんは慌てて、犯人はすぐに後を追ったけど、なぜかシャワールームのドアは開かなかった。僕の部屋のシャワールームはドアの立て付けが悪くて、コツを知らないと開けることができなかったんだ。前園さんは僕が教えたから知ってたけど、もちろん犯人はそれを知らなかった。それでも犯人はなんとかドアを壊、前園さんを刺したんだ。だけど前園さんは残った犯人に気づかれないように、だからそこで彼女は力尽きてしまったんだ。前園さんを殺した後、まず帰り道の、そして僕の部屋に、自分が部屋を訪れたという痕跡を消すためにね。その後そこにある焼却炉だったけど、トラッシュルームは鉄格子で封鎖されてて、そこで犯人が、犯人は鉄格子の隙間、普通の人なら不可能に近い発想だけど、犯人は超高校級の野球選手だったからなんだ。正確なコントロールで投げられたから、そして証拠を隠滅してたけど、そこには誤算があったんだ。投げ込んだワイシャツの一部が、そしてそれが決定的な、そうだよ、あのガラス玉は葉隠れくんがランドリーに忘れたものらしい。桑田くんはシャツの血を洗い流そうと向かったランドリーでそれを見つけ、そしてその時、今どうなの桑田くん、反応あるよ、あるあるあるに決まってんだろうが、つうか今のって全部推論だろ、証拠がねえじゃねえか、証拠が、いや証拠がなけりゃただのでっち上げだ、そんなもん認めねえぞ。苗木くん、あなたは犯人はシャワールームのだとする、絶対に認めねえぞ、このアホ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 、嘘だ、黙ってろ、うぜ、証拠あんのか、ふざけんな、認めねえ、嘘だ、うぜ、証拠あんのか、ふざけんな、認めねえ、俺じゃねえ、アホ、嘘だ、黙ってろ、うぜ、証拠あんのか、ふざけんな、認めねえ、嘘だ、うぜ、証拠あんのか、これで証明するよ、現場のシャワールームの犯人はネジを外すっつったら、だったらあれを使ったんでしょうな、だけど僕、犯人は現場を苗木くんの工具セットは男子だけに配られたものだったら、犯人が使ったの、アホアホアホ、きっと犯人はア
ほわ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 。桑田くん、君の工具セット、その工具セットのドライバー、あほわほわ。もし別の用途で使ったというなら、どこでどんな使い方をしたのか説明してもらおう。先に言っておく、なくしたなんて言い訳。どうやら反論はできないようだな。これで終わり。うっ、お前。待て、なやるが次だ、お前らだってついて、おいおい、私大義君だけは何があってもずっと私の味方でいて。ドキドキ、ふぅ、やめておきなさい。落ち着いて。ドキドキ、ドキ、はい。お仕置きって、処刑？ちょっと待ってくれよ。そうだ。よろしいですか？うん。お分かりですか？だ、あら、はあ、まったくもう。あのね、
やめてくれ。スペシャルなお塩。やだ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 。ではやだ。Thank you.